しまった。ほかほかご飯を用意したのに、おかずがない。ということで、暑さでとろけそうな農水省3年目職員の福本でございます。今日はおかずを作り寄せれたので、たまたまポストに入っていたこの福島県産きゅうりを使って、爆速簡単ほっぺおちおちおかずを作っていきましょう。作り方は簡単。きゅうりを適当な大きさに切って、お塩を入れて揉み込むだけ。赤ちゃんを抱くように優しく揉むのがポイントですね。そのまま冷蔵庫で30分ほど置けば完成。待てない人は30分前に作っておきましょう。さあ、お味の方は？いただきます。ああ、美味しい。皆さんも国産食材をたくさん食べて毎日元気に過ごしましょう。以上、農林水産省でした。